成田山久留米文院は、福岡県久留米市にある新言宗地山派の寺院。千葉県成田市の成田山新勝寺の直系文院である、通称久留米成田山。本尊は、不動明王。本堂1958年成田山新勝寺の文令を招いて設立。当地に解散された権威は敷地に隣接する浦山古墳の霊を鎮めるためでもあったとされる。 当寺院を象徴するものとして、旧政治母体観音像と平和大仏東極楽殿がある。体観音像の総工費は約20億円で1982年に建立された。その大きさは近隣を通る九州自動車道からもはっきり確認できるほどで、抱いている赤子の大きさだけでも13メートルに達する。表面には3カラットのダイヤモンド18個。 直径10センチメートルの水晶、さらに翡翠56個が散りばめられている。体内に入ることもでき、展望スペースからは遠く雲前岳を望むこともできる。その隣に位置する極楽殿は、インドの世界遺産、ブッダガヤの大菩提寺と同じスケールで、道地の石を使用し道地にて彫刻された300体の仏像が安置されている。その他、敷地内には、 原平合戦などの歴史上の出来事を宝石で再現した天然宝石作り歴史館、地獄の様子を模型で再現した八大地獄、絵巻地獄館といった施設も存在する。毎年2月の第1日曜に開催される節分祭は大変多くの人で賑わう。この時巻かれる福豆の中には豪華景品の引き換え券がランダムで封入されている。ありがとうございます。